クレ林は中国の民主的革命者で武将企業の指導者。字は、賢さん、郷は、木本、不明は、鈴瓶。湖北省武将県く天店溶け、堤村宗国霊の出身。クレ林は農夫の家に生まれた。父親は生計を立てるために野菜を栽培していた。1898年、湖北新軍皇帝へに入隊。 1899年、皇帝随英学堂に入学。翌1900年に皇帝専科学校に入学。後に公平左隊長に昇進した。1906年、日置会に参加し、幹事及び日置会公平大隊代表を務めた。翌年、古北参謀学堂に入学し、職長になることを申し出た。その一方で入学前後から国費に、 も海島、京成承等の書を発行していた。しかし、浮草流甘酒企業が失敗して、日地会の同志たちが連座したことを知り、一度は意気消沈する。1909年の卒業後、呉朝林は中東地に戻った。新軍第八鎮鉱定営佐体大官として、祖母大の軍解雇防衛の任を果たしながら、革命を先導した。他には1906年に、 聖徳明三沢演習、1908年に、太古明三沢演習に参加している。1911年10月10日の夜、熊平羊猿が、公平第八大隊を率いて放棄、祖母大の武器庫を占領し、呉れ長林は、古北革命軍の臨時総指揮官に選出された。呉れ長林、最西,西民、熊平羊猿の3名は、武将騎議の中心的指導者となった。 クレ林は冷静に戦局を分析し、軍機の徹底を呼びかけた。各部隊2000名以上の将兵を祖母台に集めた後、ケツ、馬栄、熊兵羊猿の各一体に分け3方面から革命軍を指揮して、国王総督正しを攻撃、砲撃を行おうとしたが、電線が邪魔で目標が定まらなかった。5は、 予備隊の中から100名を選抜して突撃するとともに、正し諸候補に放火させ、火を目印に砲撃を開始させた。10月11日の朝に、武将を解放した。10月11日正午、湖北諮問局は、軍政府組織のため合同会議を開催。現在の構成員では、軍政府の威信が欠如すると考え、捕獲した霊元広氏を都督に選出した。 霊元広氏が拒否すると、呉長林は霊元広氏を最高司令官たる都督として宣伝、ゆかりゅうが民政総参長となった。中華民国軍政府学軍と特府の成立後、呉長林は参謀部副部長となり、暴略どころで戦略を担当した。武漢防衛戦の際には四個防区、八個共民軍第一共闘領を務め、関与の第一防区を担当した。 学軍と特府参謀副部長、部長、戦時総司令部参謀長等を務め、また、再催民と共に川を渡って自ら観光の前線で指揮を取った。10月28日、高校が戦時総司令として、湖北省の関与を防衛に到着すると、呉町員は多くの人員を引き、民軍内部の調整。 前線と学軍と特府の往来、戦闘計画策定に参加し、戦時における本部と学軍と特府関係を調整した。11月1日、観光は陥落し、クレを呼び参謀部員らは、関与を全力で支出し、増援を待つよう主張し、参謀数名と高校の防備展開を支援した。27日、関与が陥落すると、高校は、上海に逃れ、小欲部が、 戦時総司令官となり、クレ・林と共同で、武将の防衛を行った。戦況が不利となり、霊元広氏が、九ズ天まで逃走すると、クレ・林が武将防衛の責任を負い、指揮を引き継いだ。12月17日に、霊元広氏が大元帥に選出されると、クレ・林は、学軍の参謀総長権第五鎮騰生に任命された。南北和議の時は、 民軍戦時総司令として、北伐計画を進めた。1912年1月9日に、中華民国臨時政府が成立すると、呉長林は、北伐第一軍司令官を務めた。1月13日、呉長林は、学軍の参謀長に任命された。1912年9月、北京政府は武将に、陸軍将軍と訓に、大事化の偽将。 文んと賞を授与した。湖北省が武装解除された際に、呉朝林は任を解かれ、北京に移された。1913年秋に、李烈人氏がここで、遠征外討伐の反乱を起こすと、呉朝林は霊源広氏より、子芝木との連絡参謀に任命された。呉朝林は現状に対する不満と、遠征外、霊源広氏、そして、 武に率いる中華革命党への不信から政治的世界を去り、湖北に戻って社会福祉に従事した。呉長林は1922年、湖北省で半口堤防の建設を敷き、越下を開き、民進門、民生門、大東高包みなどの堤防を建設3年後に完成した。1922年、 クレ林は、武将新海革命同士会の議長に公選され、武将首議公園建設を提案した。1923年2月15日、クレ林は、将軍副将軍に任命された。晩年のクレ林は、日地会の旧友である、長順一らと仏教の経典を勉強し、新地即国春、心安即国安を主張した。百三十八年十月に、 日本軍が武漢を占領した際、クレ・林は、慢性ぜ息のために、武漢に残り、毎日度胸を行った。クレ・林は、日本側より、元国民軍の長原志しが第一軍司令官を、務める、海来軍、和平旧国軍の総司令官、及び、湖北省政府参議に就任を強要されたが拒否し、自宅軟禁状態となった。1 9 4二年十月十七日、 クレ林は武将において全速により死去した。重慶国民政府は武将の復古山において抗争を実施した。クレ林は太古秋三沢演習、戦術実施、侵害武将革命皇帝第8栄主義島月などを執筆した。また武将記義に関連する様々な写本、日記を執筆、後に蘇和白により武将革命新種として発表された。 ありがとうございます。